って思わないんだ。見ないですか、僕のイゲダツは。パルパルさんブロック入れてましたから。見てないですか。最近見るようになって、イゲダツじゃなくて外配信が多いから。あ、みゆちゃん、コービー、ユミカ、マチコ、マジョリカ、チホ、キンバエ、ジャスミン、コッペ、ヒロ、キャンディ、ランランルン、アムビーらしい。いいね、それ誰？これ、レペデン地球。最近ハマってる。いい歌だったのじゃん。ね、最近この歌好き。108、アンリ、ミー、フルフル、ミポリン、トマイらしい。ピオちゃんもいらしい。フラパルブロック入ってるってのは解除してよ。いや、テロンガでしょ。嘘、やり返してる俺。やり返してんのかな俺。こっちはまあ、サブ本垢は大丈夫だと思う。本垢は大丈夫だと思う。本垢っとくと。ツイッターの有名人ですよ。有名人。あ、マーもクロエもいらしい。ちょっと配信外でね、まったりと喋ってましたよ。男同士のね、うん、会話で、うん、まあやっぱ落ち着くね、うん、話合うよね、なんかいろんな、なんか合うね、うん、あ、シエルもいいらしい。ちょっとまったりやろうかな。あ、マジュリカ届いた？よかった。あ、姫ちゃんもいいらしい。リンゴミらしい。もうね、もうつい最近までね、むしろ仲が悪かったから、まあ大人だけどね、パルパルも配信外割り切ってね、絡んでくれたから、ね、会えばね、うん、こんな日がね来ると思いもしなかったよ。あやちゃんもいらっしゃい。声がなんとなく聞こえた？マコもいらっしゃい。この展開ね。つかお隣さん大丈夫なのかな？なんか騒がしいけど。ああ。うん。爆走にブロックされた。キーちゃんらしい。正直ね、まあ、うん、パルと一番俺は絡みたかったよ。本当？普通にね。嬉しいな、うん。年下だけど尊敬もしてるからね。やめて。ゼロワンのことはね、まあ、山ちゃんと付き合ってたっていう嫉妬もあったからね。あ、目の敵にしてたけど、ごめんね、俺も。いや、俺も嫉妬させるようにちょっかいかけてね、申し訳なかった。でも会ってね、分かち合える関係、うん、言うのに抱きついたりしてる。いつ何が意味た。本当に誰でもいい。どうしたの、何かあったの。どないだし有能枠で見た。お、ロケットありがとう。何見たって。埼玉安藤いらしい。何見たの、アム。こんばんは、アミクちゃん。何見たんすか。抱きついてるの見た。それはないでしょ。さすがにないでしょ。それはない。付き合ってるんだから。俺ら喋ってたから見てないんだけどさ。あ、ロケットありがとう。私も見た？へぇ、抱きついただけ？あ、そう。興味がない？閲覧だけ？
メガホンありがとう。もしそれが本当だったら俺はすごく嫉妬しちゃう。嫉妬っていうか、横にいるのに、横の部屋にいるのに。あ、まあそういう、言っちゃうけどね俺は。さすがにないでしょ。まあ、俺は信じてるよ。すごくでもコメント多いね。あのね、配信上で悪口言う部分はいいんだよ、うん、うん、お互いね、自爆で、うんうん、しょうがないと思うんだけど、俺が今隣にいるのに、あれやばい、ああいうのはね、友達だから見ました。うーん、で俺らは普通に、まあ、会話しようかと思ったけど、まったりね、うん、でまあ、つまりはみんな放送好きだから俺ら別に配信してなくてもいいかなと思って、まあ食べてたんだけど、そう、全然知らないね、その知らなかった、だ本当かな、付き合ってるよね、3回ぐらい。いや、どう思う？それって。まあね、思い返すとね、2日連続大阪通ったりね。最近なんか俺、自分のリスナーさんに嫌われても尽くしてると思わない？みんな。俺、すごい尽くしてると思うんだけど。まあね、往復してきてるもんね、何回か。もう大阪3回往復してるからね。だからリスワンって言ったんだけど、バルガーは俺に、うん、俺、コメント聞いちゃったからさ。まあ取れるんじゃない、やっちょ稼ってるから。まあ、うん、取れなくても取れてもいいんだけど、まあでも。今もだけついてるの？それはない。今ですか、ゆうたんさん。今じゃないじゃん。さっきってことね。ああ、さっきってこと？さっき3回？ 3 回か。綿棒もらおうと。あ、それでうるさかったってことね。よ、さきちゃん、さきちゃん、ちょっとこっち来て。なんか鳩がすごいんだけど、なんか言うのに抱きついてるとか、そんなことしてないんでしょ？うん、うん、抱きついたりしてない？さすがにしないでしょそんなこと。うん、言うのって言ってもよくすぐ逃げちゃうから。みんな抱きついてないっつってるじゃん。いや、さすがに付き合ってるのに他の男に抱きついたら怒るよ俺。まあ、さきちゃん信じるけど。なんでこんなコメント荒れてるの？私は続けて嫌なのって言ってたから。で、抱きついたってこと？抱きついじゃないよ、肩にこうやって。肩にやってみて、パルパルで。これはやってっていうか怒んないから。うん。パル。みんなこんな感じ？これぐらいなら全然いい、まあまあいいけど。そしたらすぐ、アメリカで炎上するから、炎上するから、っていうの逃げちゃうから、面白くて。違うって言ってるよ。え、なんで？ 2、3回ぐらいだって遊んでたけど、ユノリがすっごい怒るから。全然違うって言ってるじゃん。
ね、嘘なの、さきちゃん。何が？みんな違うって、もっと抱きついてたんじゃないの？いや、これぐらいだよ。強く抱きしめてたっつってるよ。じゃあ言うでしょ、始まるのか、本当なんだか。じゃあリスナーが嘘ついてるってこと？じゃあオーバー。チンコも触ったの？触ってないよ。チンコは触ってないよ。リスナーを信じていいですか？やっぱこれだけのハトあるんだね。ハトって、まあ、どうだろうね。もう本当にもう疲れるよ。そう、ゆうの君聞けば。リスナーさん信じていいの？もう怒るよ俺、ずっと我慢してるから。あ、後ろから抱きついてた。いや、それは彼女だから信じたいよ。ガチ？疲れるな。じゃれてただけで抱きついて許せるの、ミルコさん。何のために付き合ってるの？まあ、付き合ってるからね。いや、まあ、しかも俺の家なんだけどね。検証していい？あ、動画でね。あ、でも録画残してない。言うの、はい、ちょっと来て。何、抱きつかれたの？はい。それやられたようなパラにやってみて。それさ、言うの、はい、友達だろ俺ら、はい、ちゃんとやって。わかりました。再現通り。うん。ボケとかなしに。ああ、わかりました。こういう感じ。抱きついてるじゃん。抱きついてるじゃん。朝日奈。お前抱きついてるじゃん。なんでお前嘘つくの？抱きついてるじゃん、お前。でお前さっきお前肩にちょこっとっつったけど、お前抱きついてるじゃん、お前後ろから。俺が何しても怒らないと思ってる、お前。都合のいい男だと思ってる俺のこと。はあ？何しても怒らないと思ってるかって聞いてんだよお前に。後ろから抱きついといて、俺が横にいるのに。普通しなくない？そんな彼氏がさ横の部屋にいるのに、違う男にさお前抱きつくか？お前酒飲んで酔っ払って、ふざけんなよお前。
お前同じことされたら嫌じゃないの？